国際教養コースでは、歴史的文化的背景や言語が異なる人々の考え方や価値観を学ぶことで、これからの国際社会、地域社会を生きていくために必要な力を身につけます。講義や演習では欧米、アジア、日本の歴史、文化、言語を体系的に学びます。私は今研究室でアメリカの政治の選挙の投票傾向っていうのをこうデータを分析して、研究してまして、なんかそうやって海外のデータを取ってきてデータ分析してってやっていく中で、日本とすごいギャップを感じて、日本はなんかアメリカよりデータの整理整頓みたいなのも全然できてないし、こうちょっとデータを研究で取ってくるにしても海外みたいにオープンにしてなくって、なんかすごい堅くなり断られたり、すごい多額のお金発生したりするので、そういうのをもっと日本もデータを管理して、選挙に関してだとか他のものもそうなんですけど、そういうのをちゃんとすればもっと若者とかも興味を持ちやすいし、数字で示せるので、こう社会問題だったり日本の動きがみんなに分かるんじゃないかなっていうふうに思います。4年間の学びを通じて、卒業後には皆さんが国際社会、地域社会の一員として活躍できる土台が完成します。主な就職先は、4年間の学びを生かした経済産業省などの省庁、広告代理店、観光業、中学校、高校の教員などです。国際教養コースで一緒に学べる日を楽しみに待っています。私から言えることは、本当に、遊びでも勉強でもバイトでも何でもに楽しさだったり面白さっていうのを見出して、大学生活を充実させてほしいなって思います。